こんにちは、ハカです。いやー、忙しかったです。まあ、といっても YouTube じゃなくて、本業の方なんですけどね。まあ、ようやくゴールデンウィークやってきました。私、暦通りのお休みいただいているので、まあ、3連休1勤、3連休1勤、2連休と、なかなか、こう、オンとオフのバランスが難しい一週間になってきたかなというところです。で、私はまあ普段から同じなんですけど、休みの日っていうのは動画を作るかゲームしてるかっていう、まあ大体二択なんですよね。まあ、特に動画を撮る時間とか、いろいろ考える時間作れそうだなと思ってるんで、ちょっと外に出て撮影してみたいなというふうにも考えています。皆さんはこの連休どう過ごされますか？まあ、もちろん普段通りお仕事っていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、まとまった休みが取れるよっていう方結構多いと思います。それなら自作 PC 組んでみませんか？自作 PC って組もうと思ってもこうパーツの選定を考えたりいろいろ調べ物をしたり、まあ、実際に、まあ、店舗だったり通販で品物を買って揃えたり、でそれを組み上げたり、でさらには組んだと思ったら、まあ、Windows を入れたりアプリをインストールしたり、環境構築までにやっぱり数日かかってしまう結構一大プロジェクトなんですよね。なのでまとまった休みがあると非常に余裕を持って作業ができます。ゴールデンウィークとか年末年始とか大型連休というのは自作 PC 組むのに適した時期であると言えます。そして今年のゴールデンウィークは一味違うんですよ。まあ、今日なんで動画撮ってるかっていうとですね、 PC パーツが結構安値になってきてるなというところなんですよ。つくもとかパソコン工房などの大手の PC パーツショップでもこうセールが始まっています。特にですね、グラフィックボードが安くなってます。2020年の後半から去年にかけてグラフィックボードってかなり品薄で価格も高騰していて、なかなか入手することが難しかったんですよね。一例に出すと RTX3080 というグラフィックボード、結構ハイエンドなものですけど、2020年9月に登場した時は約10万円ぐらいの値付けでした。でその直後から品薄になってしまって、そこから値段がぐーっと跳ね上がって18万とか20万とかそんな値段ついてたんですよ。で今年に入ってようやくですね、在庫が復活してきて、でだんだん下がってきたんですけど、だいたい15万円くらいで推移してたんです。ところがですよ、4月に入ってから急に下がり始めてですね、メーカーによって13万円くらいの RTX3080 というのが登場してきたんですよね。そこへ来てこのゴールデンウィークのセールですよ。つくもの目玉商品こちらです。はい、RTX3080 エルザのグラフィックボード、こちらが約12万円非常に安くなってますね。まあひょっとしたらすぐになくなってしまうかもしれない、ちょっと特殊な位置づけのものかもしれないですけど、やっぱり全体的に安くなっているというのは事実です。で今日はこのゴールデンウィークが自作 PC にちょうどいいよっていう時期だったりとか、グラフィックボード下がっていて狙い目ですよということだったり、そこからおすすめのグラフィックボード、PC パーツの状況、今後の予想なんかもちょっと立ててみました。自作 PC ちょっと気になっていたんだよねという方、 BTO 買おうかなと思っている方、まあ、何が何でもパソコン買わないとちょっと作業的に困るんだよっていう方、まあ、よかったら最後まで見ていってください。では行ってみましょう。ではグラフィックボードで注目の製品いくつかご紹介します。まずは冒頭にお話ししたこちら、つくものエルザの RTX3080、こちらがですね、119,980円で、もう一つ3070もエルザのグラフィックボードがセールに出てます。これが84,980円、これも安いですよね。で続いてはパソコン工房のセールです。こちらは残念ながらウェブではちょっと買えなくて、店舗限定のセールみたいなんですけど、パソコン工房って日替わりとか週替わりですごい安いものたまに出てくるんですよ。でその目玉商品がこちらです。 ASUS の TAF というブランドの RTX3070Ti、 こちらがですね 79,980円、
これめちゃくちゃ安いです。まあ、近くに店舗があるという方、もうすぐ走ってもいいぐらいです。まあ、ちなみにですね、パソコン工房のこの激安グラフィックボード、何回かセールに出てるんですけど、メルカリで転売されたりしてるんですよ。なので騙されないように注意してくださいね。で、つくもとかパソコン工房とか、まあ、近くにないよという方だったり、あとはセール商品だから、まあ、なくなってしまったりという場合は、やっぱり Amazon が結構手軽に買える通販のサイトかなというところなんですけど、まあ、ざっくり見ていくと、これが結構安いかもしれません。はい。MSI の RTX3070Ti。これが9万円です。まあ、さっきのパソコン工房が異常に安いだけですからね。これでも十分安いです。ハイエンドばっかり見ていても高くて買えないよという方にはこちら。RTX3060。で、この辺のモデルはですね、Amazon とパートショップの価格の差異ってあんまりないんですよ。で、黒土志向の RTX3060 で 64,800円。で、MSI の 3060Ti が 74,692円。この3060っていうモデルなんですけど、Ti が付いているものと付いていないもので、かなり性能に差があります。3060Ti は、まあ、大体この2070スーパー、これと同等ぐらいの性能があるんですよね。まあ、予算次第ですけど、やっぱり Ti 付きの方が満足感が高いかなというところです。ちなみにですね、グラフィックボードの性能差って大体こんな感じなんですよ。大体性能的には3080と3070Ti の間にちょっと差があって、そこから3070、3060Ti までちょっと段階的。そして3060、3050でガクンガクンと性能が落ちていきます。まあ、ちなみにですね、3080Ti 以上の超ハイエンドに関しては今回割愛しようかなと。まあ、理由としては全然価格が下がってこないと。やっぱりまあ15万、まあ20万くらいか。20万から30万円くらいしますよね。また GTX シリーズっていうのは今はすでに買う価値がもうないのかなっていうふうにも見てますし、ラデオンはちょっと比較すると大変なので割愛します。まあ、RTX の中でちょっと売れ筋商品だけピックアップしたような感じですね。グラフィックボードが安くなってきている。じゃあ他のパーツってどうなんだろうというふうに思ったら、まあ、大体ですね、価格据え置きです。一部セールで、まあ、安いものが出てます。結構ストレージとかが安くなってる印象ですね。 CPU の中で今おすすめだなと思うのがインテルの Core i5-12400 ですかね。まあ、ここに11400の箱ありますけど、12400っていうのは前の世代で言うと11700に相当する性能があるんですよ。今回のアルダーレイクSで急激に性能向上が見込まれてますので、まあ、かなりおすすめの GPU です。まあ、正直動画編集にしてもゲームにしても12400で困るとかパワー不足を感じるってことはあんまりないんじゃないかなと。ここに DDR4 メモリを詰める安めのマザーボードを組み合わせるというのが、まあ、私の中では最近おすすめにしている構成ですね。まあ、これだと3080とか 3070Ti っていうのを選んでも20万円前後に収まりますし、3060系を選べば15万円程度で満足度の高い PC を組むことができます。ここで自作 PC の良さお伝えしたいんですよ。これショップのですね、 BTO パソコンだとこの CPU と GPU の組み合わせって大体決まっててバランスよく仕上げられてるんですよね。まあ、なぜか電源だけは弱い傾向にありますけど、まあ、それに対して自作 PC っていうのは構成はもう完全に自由です。もう自分で全てを選ぶことができます。例えば動画編集をやりたいとなった場合は CPU をハイエンドのものにして、GPU、グラフィックボードはそこそこに。ゲームで FPS を出したいっていう時は、グラフィックボードをすごく奮発して、CPU はそこそこに。まあ、いろいろ真逆の、一般的にバランスが悪いよと言われる構成でもいいんですよ。要は、自分に合ったパフォーマンス、性能と、自分がかけられるコスト、予算、そういったものが合えばいいんです。まあ、さらには BTO にはないケース、照明、そういったものにこだわれるっていうところもポイントなんですよね。
私もこの自作 PC 始めて、こういった白いパーツで揃えた自作 PC というのを組んで非常に満足しています。まあ、何よりも構成考えたり、まあ、組み立てたり、まあ、ちょっと苦労するぐらいも楽しさのうちじゃないですか。まあ、怖がらずに組んでみましょう。そして、価格今は下がってますけど、今後はどうなるかわかりませんよ。 PC パーツって今後値上がりするのか値下がりするのか、まあ、わからないんですけれども、私はちょっと個人的にはまた値上がり傾向に来るんじゃないかなというふうに考えています。まあ、その要因いくつかちょっと挙げてみましょうか。まず最初、半導体不足。まだまだ世界的に半導体不足続いてます。まあ、コロナ禍で生産が落ちたっていうのもあって、それがまあ復活の兆しはあっても、やっぱり需要っていうのがどんどん膨らんでいってるわけですよね。やっぱり需要と供給のバランスで価格っていうのは変動していきますからね。でもう一つ、これはかなりちょっと緊急というか逼迫した状況ではあるんですけど、円安がすごい進んでます。まあ、最近の経済ニューストップはもう常にこの話題ですよね。ついに1ドル130円を超えてしまいました。まあ、なんか1ドル100円だった頃ってのはすごい懐かしいですよね。まあ、先ほど例に出したグラフィックボード、あの RTX3080 なんですけど、あれが登場した時って1ドル104円ぐらいだったんですよ。でそれが今や130円。なので、まあ、単純に考えてですよ、10万4000円で買えたものが13万円の値付けになっていると。まあ、グラフィックボードの価格って為替だけで決まるものではないですけど、なんとなく RTX3080 ってそういった値段になってますよね。これから円安が進めば、もう日本に入ってくる全ての輸入品が値上がりします。で PC パーツっていうのも基本的にほぼ全てが輸入品ですから、どんどん値上がりしていくっていうふうに考えるのが自然なのかなと。まあ、そう考えると、今このゴールデンウィークで価格が下がっていて安いっていうのはちょっと不可解にも感じるんですよね。まあ、ここからは私のちょっと個人的な見解です。全く的外れかもしれないんですけれども、なんか日本市場のまあ自作 PC 界隈の規模が縮小しているような印象ってちょっと受けるんですよ。もともと世界的に見ても日本のマーケットってすごく小さいとは思います。まあ、私もなかなかこうプライベートで周りに目を向けても自作 PC に興味ある方ってまあいないんですよね。こういったまあインターネットの世界、 YouTube を通してまあ興味ある方っていう方にちょっと語りかけているような状況ですけど、まあ実際にあのリアルな知り合いで自作 PC の話ができる人ってのはいないわけですよ。まあ、それでもコロナ禍に入る直前までは結構ブーム来てたと思うんですよね。あのゲームをしっかり動かしたいとか動画編集したいってなったら自作がおすすめっていうような時期もあったんです。でそこへ来て価格の高騰だったり品薄で、もうユーザーがどんどん離れていってしまったなというような印象を受けてます。まあ、自作 PC 長い歴史を見ても、このコロナ禍前のあの一時のブームってそっちが異常なんですよね。もともとかなりニッチな世界ではあります。まあ、なので需要が高まってる時にしっかりと仕入れを行おうとして大量に仕入れて、まあ、来るのが遅くなってしまった。でそこで急に売られるようになっても需要があまりないというような状況であれば、まあ、在庫がダブついてくるんじゃないかなと、そんな感じも受けてるんですよ。でまた3060とか3050とかボトムに当たる新製品が発表されたりとか、まあ、多くの方はあまりハイエンドのものを求めてないとか、まあ、いろんな要素が関わってきて、まあ、在庫が余ってちょっと価格が落ちてるのかなと。なので今の在庫がちょっとこう適正になってきて、まあ、このまま為替レートが円安方向に振れていけば、まあ、確実に値上がりの波っていうのが来そうだなというふうに考えています。はい、いかがでしたでしょうか。自作 PC 界隈にはですね、まあ、半ばネタと化してますけど、今は時期が悪いという言葉があります。これはまあ製品 の新製品サイクルが非常に早くてですね、まあ、価格面とか性能面ですぐ置いてきぼりを食らってしまうんで、まあ、今組んだら損するんじゃないかと、でもそんなこと言ってたらいつまでも組めないよっていう葛藤を表した言葉ではあるんですよね。
なので常に時期が悪い時期が悪いなんて言われてますけど、実はこのゴールデンウィークに関しては時期がいいと言っていいんではないかなというふうに考えています。まあ、今年はですね RTX40 シリーズだったり Ryzen の Zen 4だったり、まあ、かなり新製品の発売というのが控えてます。また性能も価格もそこで爆上がりしていくと思うんですよ。でそうなると自作 PC というのがまたちょっとハードルの高いものになっていくんじゃないかなっていう懸念点はあるんですよね。まあそうなってしまったらちょっと寂しいですよね。今使ってる PC の性能を上げたい、自作してみたい、そういった方本当にこの機会に組んでみてはいかがでしょうか。やってみたら楽しいですよ。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。